気流だ。よっ、聞こえてんだな。お、いたぞ、あそこだ。逃げるな。あの、もしかして桐生さん？やっぱり桐生さん。レイ、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスはもう兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。ああ、それじゃあ後で。必ずよ、レイナ。すまない。謝るのはそれで最後にしてね。Ugh!
はもう終わりだ。短い人生だったな。ちゃんと来てくれたのね、キリュウさん。あまり長いはしない。橘ってお豆腐から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないから、すごく羨ましい。何にしても、俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう、兄弟を苦しめたくない。キリュウさん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、
どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一つぼに出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。キリュウさん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ姉ちゃん。おら出てこいやキリュウ。この店はずっと張ってたんだよバカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ。おら、キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい全員が。へい。すまねえレイナ、やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよキリュウ。